ものの作り方は一つの作り方じゃなくて、いろんな作り方ができる。その発想がどんどん新しく出てくる。高島市の人たちにもやっぱり、まあ、いい影響を伝えていけるような、形になればいいですよね。どのような人に向いている仕事でしょうか。適性などを教えてください。適性ね、はい、物を作る企業なんで、うちは物作りは好きな人には多分たまらんだろうなと思ってますね。だから物作りな人はぜひうちに来て、思いっきり物作りの楽しみを、堪能してほしい。やっぱりうちっていろんな人がたくさんいるから、一人でやる人もいいんだけれども、みんな巻き込んでこれやってみようやっていう、そういう人は特にうち向いてると思う。ここのこの琵琶湖工場の工場で450人の人が働いてて、で製造だけでももう270人の人が、でその人たちってやっぱりすごいみんな一人一人力持ってるんだけど、それがまたいろいろとこう何人かでチームでつながると、これまたすごい力になる。ものの作り方は一つの作り方じゃなくて、いろんな作り方ができる。その発想がどんどん新しく出てくる。だからそういう発想ができる人、ほんで巻き込んで、楽しんでみんな巻き込んでいける人とかは、それでものづくりの好きな人がうちは、向いてると思いますよ。自分の苦手分野ってか思ってることなんかあったら、そんな壁取っ払った方がいい。もし自分の前に壁があったとしても、だってそれ自分で考えてるだけやろ。そんな自分が取っ払ったらそれだけのことなんで、苦手なことでも飛び込んでって絶対またつながってきて、それぞれ自分の好きやったことが絡んでくる。そうするといろんな発想ができるし、また楽しく仕事ができるって思います。ああ今後の目標ですね。はい、まあ、もちろんこの会社で今言ってたデジタルのものづくりっていうのはどんどん発展させたいんだけれども、僕地元なんです。もう本当にここから1キロ先に生まれて、で今も住んでて、自転車で通勤してるぐらいなんですけど、この高島市新朝日にすごく愛着があっていいとこだと思ってるんで、ここにまあ本社を構えてるホリゾンである以上、やっぱ高島市の人たちにもやっぱりまあいい影響を伝えていけるような形になればいいですよね。次の世代の人たち、まさに皆さんみたいな人たちに、なんかこのものづくりの楽しさやきっかけであったり、少しでも手助けができればいいなとは思ってますね。ありがとうございました。今回の動画以外にも高島チャンネルでは高島市のいろんなお仕事や観光地の魅力を発信しています。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。